第18回になりました。3年間ですね、3年ぶりにこの大会ということで、会場の方もですね、柳川市役所の周辺からこちらに移しました。ちょうど2年前の12月20日にオープンいたしましてですね、こちらでやろうかになったということで、雨の方もですね、先ほどの日吉大根の音で雲が飛んでいったような感じで雨もやみました。これからスタートいたします。今日はですね、柳川の農業の人たち、漁業の人たち、商工業、観光業のスタッフの皆さんが張り切っていただいてですね、旅館も先ほど小池さんが言われましたけど、旅館ばっかり集まって、旅館人たちばっかり集まってですね、旅館も集まってスタートいたします。この会議ですね、昨年ですね、この市民文化会館福岡県のですね、美しい街づくりの建築大賞最優秀に輝きました。ハットレス知事から賞をいただいたところでございます。そしてですね、7月の3日ずっと NHK 福岡放送局にのど自慢がですね、この会場にしてもらいたいということで要請を何回も足運んで実現できました。立花宗修と緊張を要請してますけど、それはまだあと4年先か5年先だと思うんですけれども、まあ、そういうことを要請してですね、7月3日に実現できました。応募者たくさん皆さんが応募されて730名の方が応募いただきました。そして前日に予選会がこの会場でありました。120人の方で、そして18名エントリーされた方がですね、この会場この場所でですね、全国に放送生放送でいたしました。その時ですね、私はですね、本当はですね、市長でなかったら歌いたかったんですよ。で、本当私知ってる方は金子健二歌うまいもんねという形で評判でございます。市長辞めたら歌手になったらっていうぐらいということでございませんけどですね、まあ、そういうことを話したらですね、歌えというとですね、会場から出ましてですね、歌ったんですよ。今日拍手がありますので、少し触っていいでしょうか。うちの嫁さんがそういうことですね、顔を赤くしてもらうしかめておりますけどですね、もう今日はですね、挨拶用のですね、こればっかり練習してきたんですね。そしてその当時はですね、カラオケの大御所杉戸さんがゲスト歌手で、小田井敦子さんが NHK さんまで決まってですね、大物北山関さんじゃなくて二人を歌ってくれまして、その時の歌はですね、私はもし歌えばったらですね、幸せ探しで歌いたいと思ったんですが、ちょっと小細工して用意しますので、お待ちください。はい、大丈夫ですよ。幸せ探してカラオケ、そうですね。まさかの、音声の、資料を駆使してくるね。変わりました。あ、流れてきましたね。入ってますかね、ここは。よし、頑張るぞ。それでは、心を込めて歌っていただきましょう。幸せ探し、金子健二様です。どうぞ。あなたのために生まれてきたのと、お前は時代に小指を絡ませて探していたんだよ、小さな幸せを。俺の心を支えてくれる優しい人を探していたんだよ。本当にですね、2日間ですね、小池さん、柳川出身の観光大使にしていただいておりますのでね、そのブッチさん、2人で、ね、2日間楽しいおしゃべりのトークを交えて、ね、楽しい人を過ごしていただきたいと思います。本日はありがとうございました。歌わせていただいたと心から感謝いたします。ありがとうございました。一生懸命ありがとうございました。すご
いいですね。やっぱ柳川の祭りはもうスタートダッシュ最高ですね。はい、いやー、横浜が集まってます。そんなことでございます。さあ続いて